後期旧石器時代、後期旧石器時代、アッパーペイリアリスック、またはアッパーペイリアリスック、レートストーンエイジは、旧石器時代の3番目で最後の区分である。外資とおおむね現代的行動の出現に合致し、農業の出現以前の関心与の始まりである5万年前から1万年前に遡る。この生活習慣が遺物の多様性において著しく増加する。 約5万年前まで中期旧石器時代の旧人類からほとんど変化がなかったが、例、ホモ・サピエンスは約2万年前に現れたと信じられている。この時期はあの一因となるユーラシアを通じたと合致している。後期旧石器時代には貯蔵穴のあるものでキャンプ場の形態における組織された集落の証拠として知られる最初期のものがある。が、洞窟がや、 ペトログリフ、骨や造毛への彫刻と共に花咲いた。人類の漁業の最初の証拠は、南アフリカののような場所の人工異物からも発見されている。もっと複雑な社会集団が、さらに変化に富み信頼できる、食料源や特別な道類に支援されて発生した。このことはおそらく集団認識や民族の増加に寄与した。 5万年前から4万年前までに最初の人類がオーストラリアに上陸した。4万5千年前までに人類はヨーロッパの北緯61度に暮らした。3万年前までに日本に到達し、2万7千年前までに人類は北極圏内のシベリアで暮らしていた。後期旧石器時代の終わりには人類のある集団がベーリング地境を渡り、 急速に北米と南米の各地に広まった。ホモエレクトスとネアンデルタール人は共に同じ未加工の石器を用いた。考古学者は古代の石器について広く働いていて、古代の人科の石器を分類するのは不可能であると述べている。まるでネアンデルタール人が石器を作ったようであり、最終的な形式については大して考慮していなかった。アジア、アフリカ、 ヨーロッパを問わずほぼ世界中で5万年前より前に、石器は全て一応洗練されたものではないと主張している。第一に、アフリカの人工異物の中に、考古学者は、先方や彫刻道具、ナイフの刃、先行道具のような多くの異なる分類に5万年以下の人工異物を識別し分類できることを見出した。この新しい石器分類は、 おののから明瞭に識別されるとされていて、それぞれの道具は特定の目的があった。一般にとして言及される侵入者は、多くの洗練された石器や骨や、造毛や、洞窟壁画の彫刻を残した。ネアンデルタール人は、ムスティー文化の石器技術とおそらくシャテルペロン文化の技術を使い続けた。この道具は、約4万年前に、 ネアンデルタール人自身が化石の記録から消えるのと同じ頃に考古学的録から消えた。居住者はしばしばおそらく通過する動物の群れの狩りと関係のある狭い渓谷の麓に暮らした。一般には季節的な利用であったようであるが一部は年間を通して利用した可能性があり、人々は一年の異なる時期に食料源を求めて移行間を移動した。狩りは重要であり、 カリブー、野生のトナカイは、カリに関する、あらゆる人類学文献にいて、最も重要な種であるようである。技術的優位に単純で短い白片よりも見事なを、元にしたとともに、石器製造における重要な発展がある。矢は、骨や数の、の加工に用いられた。上級の矢森も、この時期に、釣り針や、ロープ、針とともに現れた。 人類の行動における変化は各地の地球規模の温度下落を含む気候変動の結果であると考えられている。このことは最終表記の一般にはしかし最終氷河時代と誤って呼ばれているがすでに厳しくなっている状態の悪化をもたらした。このような変化は使えるの供給を減少させたの資材に目を向けさせた可能性がある。さらに角石は 低い温度で不安定になり、道具として機能しなかった可能性がある。一部の学者は、複雑な言語や抽象的な言語の出現が、この行動を可能にしたと主張している。新しい人類の能力の複雑さは、共同の意思疎通や論理的な意思疎通の出現が、文化の発展の新時代を築く位置で、人類が4万年前には、計画や展望に対しては、 能力が低かったことを暗示している。ヨーロッパのこの時期の気候は、激しく変化し、相対的に早い温暖化の前の末期には、最も寒かった26,500年から19,000年前頃に、周期を迎える、最終表記の最も寒い時期であるが含まれた、時期は手地域や研究により多少異なる。最大域には、北ヨーロッパのほとんどは、現代のイタリアやバルカン半島、 イベリア半島の一部や国会周辺地域などのとして、知られる地域への移住をせざるを得なかった床に覆われた。この時期は、フランスやスペインののような文化が見られた。人類の生活は、表彰の上で続いた可能性があるが、何も分からず、ヨーロッパの氷河に先立つ人類の生活については、ほとんど分かっていない。3万年前頃に至る、この時代の早期には、 タウと今日より低温のガサハラなどの北、アフリカを作り、タウ期が終わるとサハラは乾燥地になった。最終表記最大期は、約13,500年前から13,800年前に、起きた温暖で湿潤な地球規模のであるが続く時期であった。当時北ヨーロッパの多くの地域に亜寒帯気候をもたらした寒冷で乾燥した、ヤングアードアス気候期のおそらく10年程度の短い、 非常に急速な襲来があった。気温の上昇も1万300年前頃に急激に始まり、9000年前頃の周期までに気候は温暖化したが、今日の水準に近い温度をもたらした。この時期は、後期旧石器時代が次の中石器時代分化期の始まりへと移行する時期であった。氷河が後退すると海面が上昇し、イギリス海峡やアイリッシュ海、北海は 当時陸地であり、国海は真水の湖であった。特にアドリア海やエーゲ海の北を除いて地中海の海岸線が幾分後退していが、大西洋の海岸線は当初はほとんどの地域で現在でいう海に遠かった。海面上昇は少なくとも7500年前、紀元前5500年まで続いたために一部の手がかりが釣り船や海洋考古学により、 国会に割れた、失われた地域である特に、ドッカーランドから発見されているが、後期旧石器時代のヨーロッパ沿岸沿いの人類の活動の証拠は、ほとんど失われている。5万年前4万5千年前4万3千年、前4万3千年前4万1千年前、4万年前3万5千年前、3万5千 BP3 万 BP2 万9千年、 前2万5千年前2万4千 BP2 万3千 BP2 万2千 BP2 万1千 BP1 万8千年前1万7千年前1万5千年前1万4千年前1万3千年前1万2千年前1万1千年前万年前の後期旧石器時代楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください